こんにちは。今日はですね、じゃーん、みんな大好きユニクロの購入品をご紹介したいと思います。本当に家中ユニクロで溢れております。旅行大好き芸人なので、もう旅行でこれはとっても便利だと思って使っている、もうリピート品、夏に必需品のあれも今回買ってみましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。今日今回買ったのは4点です。1つ目こちらです。エアリズムシームレスロングティー。そう、こちら何が良かったかっていうと、エアリズムなのでもうツルツルサラサラしているんですね。あと部屋着で私は結構首元が空いている服が好きなのと、ここが長さがあるもの、お尻がちょうど隠れるかなぐらいのものが好きなので、今の季節だったらショートパンツにこれをお家の中で羽織ってることも多いですし、秋冬だったらヒートテックのレギンスとかよく履いてることが多いです。あのヨガの時のパンツとかを合わせてもちょうどお尻の部分隠れるので、すごくいいバランスで着れるかなと思ってこちら購入してきました。旅先のパジャマとかにもサラサラしてるから気持ちよさそうだし、ぐしゃぐしゃぐしゃって丸めても気兼ねなく使えるかなと思ってこちら購入してみました。お値段は1990円プラス税。はい、次2つ目、じゃん、エアリズムUV カットメッシュアームパーカー。こちらは M サイズと L サイズがあったんですが、私は M サイズを購入してきました。本当は L が良かったんですけども、こうギリギリまでね隠したいからなんですが、ちょっと L だとこの腕周りのところが5センチぐらい大きくて、ちょっと私はサイズが合わなそうだったので M サイズを購入してきました。今日の格好すごい分かりづらいけど、ガテン系みたいな、あ、こんな感じ。私の肩はここなのでちょっと短いんですが、ただ一つ、まあ、このくらいの二の腕の場合ちょっと緩いかなってところはあります。ほら、振るだけで落ちちゃう、まあ、車に乗ってる時とかこうやって隠すのにはちょうどいいんじゃないかなとね。電車とかに乗ってる時も、肌出しのお洋服着てる時はすごい日に焼けるのが気になるので、そういう時にサッとつけようかなと思って買ってきました。こちら値段は、990円プラス税です。はい、あと2つ、ここからはちょっと下着のお話になりますので、男性と思われる方は次のビデオをご覧くださいませ。次、じゃーん、こちらはエアリズムブラキャミソールです。私これ何度買ったかわからないかってか何度買ったかわからないかもうわからないぐらい愛用してリピートしております。今年のものはわかるかな、こういうシームレスタイプが売っているので、これをとっても愛用しています。色はブラックでお値段は1990円プラス税。ただよくセールしてるので1290円とかで買える時もあるみたいです。これの何がいいかっていうと、旅先でこのエアリズム素材のものは手洗いして干しておけば次の日には乾くんです。なので荷物を減らしたい人には本当におすすめです。あとはもう汗とかもすぐ吸ってすぐ乾いてくれるので、新陳代謝がすごい高い方とか汗かきな方はとってもいいと思います。あとはこの肩紐のところでサイズが調整できるので、どんな方にでもサイズ合わせやすいと思います。最後4つ目、じゃん、こちらに載せておきます。このシームレスの下着なんですけども、これも本当におすすめです。先ほどのキャミソールと同じで、出先で手洗いして干しておけば次の日にはすぐ乾けますし、なんなら 3,4 時間ぐらいで乾くんじゃないかなってくらい、なので荷物も減らせますし、下着の線があんまり出ないので、どうしてもピタッとしたワンピースだったりとかズボンを履くときは、絶対皆さんソングとかの方が下着のラインが出ないので、絶対そっちの方がおすすめなんですが、そういう時じゃない、まあ、普通のこういうゆったりしたワンピースの時とかはもう全然快適に過ごせると思います。汗かいてもすぐ乾くし、カラーバリエーションもたくさん豊富なので、お好きな色、あとはお洋服に合わせて目立たない色とかテンション上がる色選んでみたらいいと思います。なんとなく本物出すのちょっと気が引けたので、画像でもう一度、結構旅行に行ったり泊まりに行ったりすることが、まあ、ライフワークの一つでもあるので、便利なインナーだったりとか、あとは絶対日焼けをしたくないとか、快適に過ごしたいっていう思いがすごい強いので、今日の購入品はどれもこれも外れがないんじゃないかなと
思っています。これからのお買い物の参考になったらとっても嬉しいです。はい、ここまで見ていただきありがとうございました。やっぱユニクロさんすごいねと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。とっても嬉しいです。いつもありがとうございます。こんなことしてほしいよっていうリクエストなどもあればもうぜひぜひコメントいただけたらこれまた嬉しく思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。